手川は青森県西津軽郡深浦町を流れ日本海に注ぐ二級河川。小平瀬川水系の本流である。流路延長 33.7km のうち二級河川に指定されている区間は 27.9km である。白上山地を代表する川の一つで、源流域は世界遺産に登録されている革新地域にあり、山間部に狭い谷を作って流れている。 津軽地方の西海岸に注ぐ代表河川の一つでもある。岩ナや鮎の豊富な川として知られているが、近年は自然保護のため川のほとんどの部分で近梁となっている。青森県西津軽郡深浦町南東部の秋田県との境界付近に源を発する。世界遺産に登録されている白神山地を北に流れ、深浦町中心部より少し北に位置する JR。 この温泉のオイラセ駅付近で日本海に注ぐ。白神山地の中心を流れる河川として有名で、遺産地区近くにオイラセ川園庭がある。オイラセ川園庭は赤石川にある赤石ダムからの水を取り入れて、さらにこの水を差さない側にある笹内川園庭に流し、最終的に12個の浄池まで流して発電を行っている。小さく蛇行しながら流れ、 ところどころに崖も見られるなど深い渓谷と V 字時刻が続く。深い森の中を流れ、河原は川口部分にしか見られない。にもかかわらず、標高差はあまりない。V 字時刻を作規模の大きな沢が多く、その名称の多くはアイヌ語に由来する。川口部分は海星団球や海食崖が見られ、その周辺の砂浜海岸や岩礁とともに、 津軽国定公園に指定されている。流域の住所は深浦町大技奥入瀬に属する。流域は国有林の保全地域となっており、奥入瀬山を東西南北の地域に分けて管理している。国有林は住所の10分の9を占める。奥入瀬川は白上山地の奥地から北流してくる。この一帯は古来またぎの土地とされ、支流には、 マタギの言葉由来とされる名称が付けられている。川口付近と一部を除き、川は深く狭い部位時刻を流れている。河原もほとんどないため、川に沿った道もあまりない。一方、川の勾配そのものは小さく、白神岳の登頂や白神山地を越えるルートとして、おいら瀬川の沢を遡るコースが選ばれることがあり、小さな沢にも様々な言及がある。 お入瀬川の源流は、青森県と秋田県の県境になっている、両線付近にある。両線一帯は、千島笹が生い茂って、地形の判別に難しく、英林所の職員が数日間さまよったこともあると伝えられている。このあたりで、最も源流に近いとみなされているのが、マセガの北西六にある、白滝沢と黒滝沢で、それぞれ上流に、白滝。 黒流という滝がある。このうち、白滝は、日暮らしの滝とも呼ばれ、130メートル余りの岩肌を流れ落ちる白上山地でも最大の滝である。黒滝沢と白滝沢が合流した後の渓流は、包み滝沢と呼ばれている。包み沢は1700メートルほど流れた後、右岸から流れてくる、逆さの沢と合流する。この合流点から下流が、 おい瀬川本流とみなされている。坂下の沢は、源流域の中では、緩やかな川で、マセ岳の西斜面を下ってくる。流れが緩やかで、砂地が多いため、岩名の産卵地になっている。坂下の沢の合流後、おい瀬川本流を 1km ほど下ると、左岸から、うず市の沢が合流してくる。うず市の沢は白上岳南東斜面の山頂直下から、 標高差750メートルを下ってくる急流である。沢筋がまっすぐ山頂に向かうことから、小平瀬川を遡って白神岳登頂を目指す際のルートになっており、道なき山奥の沢としては、例外的に人の出入りが多く見られる。うずらい市の沢の合流点の下流では、右岸から穂の沢が合流する。穂というのは、またぎの言葉で、カモシカの幼獣を意味し、この辺りに、 カモシカが発っいたことから、沢の名があるという。穂の沢の上流へ遡ると、東を流れる赤石川の支流の沢筋へ抜ける峠があり、かつては、またぎが通る山道だったとされる。穂の沢の下流では、向かい白神岳や、多遊峰の東斜面を下ってきた、いくつかの沢が、左岸から合流する。しわらの沢、中の沢、竹の沢がこれにあたる。このうち、 特に二の沢や一の沢は、白神山地の中では、例外的に急峻な継承を有しており、倒藩するには、岩登りのようになる。一の沢を遡ると、二股に分かれており、左の沢の先には大きな滝がある。奥入瀬川はこれらの沢を合わせながら、向かい白神岳や天狗岳の間を蛇行している。五郎三郎の沢は、マセ岳から北に伸びる稜線から流れ出る沢である。 斜面は急で40度を超え、滝が多く険しい。その一帯には、本来の縄張りを越えて、秋田県側から、密かに侵入してくる、マタギの隠れ家があったといい、こうした、隠れマタギが見つかると腕を切り落とされるなどの、罰が与えられたという。五郎三郎の沢が、おいら川本流に合流する地点には20メートルほどの高さの滝がある。このため本来これより、 上流には、魚は住めないが、マタギが、下流から持ち込んだとされるイワナ長滝よりも、上流で繁殖している。川の両岸にはしばしば崖が切り立っており、小さく蛇行しながら流れる。しばらく行くと、川口から2 2トルの地点に、オイラセ川園庭がある。園庭は高さ1 2 2ル、全長3 8 5メートルで、1956年から強用されている。 おい瀬川園庭は標高288メートルにあり山を越える水路トンネルによって周辺の河川と接続されているこの水路は東を流れる赤石川にある赤石ダムからおい瀬せ園庭を経て西を流れる笹内川上流の笹内園庭に接続されている笹内園庭からは大峰学の北をうがって西の12個の樹池まで 水路トンネルが築かれており、東北電力の大池第一発電所、第二発電所、さらに大池から日本海に面した松上に送られ、松上発電所で利用されている。小稲瀬川園庭の付近では、左岩から松田の沢、右岸から栃木沢が合流する。この付近では河原がわずかに開けており、小稲瀬園庭までの道が川に沿って走っている。 左岸の小箱峰から下ってくる、マスの北区が合流するあたりに、奥入瀬大橋があり、東の天狗峠を越えて下ってきた、県道28号が通っている。奥入瀬大橋から下流では再び谷が狭まって、河原がほとんどなくなり、しばらく道もない。中流には何か所か砂防ダムが設けられているが、挙動がなかったため改良が進められている。 なお、栃木沢合流地点から下流側は県の保全地域に指定されており、河川環境の保護が行われている。流路は、首立山のふもとで西向きに展じ、谷底にわずか平地が開けると、川口以外では唯一となる松原地区の集落がある。集落に近い岩に50メートルほどの高さの岩山がせり出しており、そのふもとのほら穴に、みり山ま観音堂がある。 江戸中期の津軽伊藤氏は1344年の創建と伝えているが、江戸後期の資料では旧世紀にエンンが創建したとするものがあり、実際の創建時期は不詳である。ここに祀られている観音が、油子という魚を釣ったとされるのが、中流にある油子沢という支流である。川口付近は両岸に海岸断球が形成されており、右岸を風大勢断球、 砂岩を深浦断球と呼ぶ。風大瀬断球の先端部は潮岬海岸と呼ばれる海食垣になっており、中心由来の景観芸を散する。これは田野沢層と呼ばれる業界質砂岩に見られ、苗プシナウニなどの化石を多く含んでいる。これに対し深浦断球の海浜部は高古海岸と呼ばれる砂浜である。小入瀬川の上流域は、 世界遺産白神山地の革新地域になっている。白神山地の典型地形として、地滑り地形が多く、これにより形成された斜面に、ブナの原生林が形成されている。中流からは、津軽富士や伊吹蛇行僧の群落が散在するほか、谷沿いのわずかな平地に十文字シや沢ぐるみの群落がある。このほか流域では水なら、板や貝で、ヒバが林を形成している。 ブナの原生林は豊かな動物性を持っている。全域で日本付きのワグマや日本カモシカが見られるほか、上流から中流にかけてはヤマネ、クマゲラ、イヌワシが見られる。また、希少種としてシノリガモ、奇跡霊、カワガラスがいる。下流ではホンドザルの生息地になっているほか、川口付近はカモメ類やサギ類の分布地になっている。水生動物としては、 上流に、東北山小魚、中流に、エゾイワナ、ヤマメ、ウキゴリ、カジカ、カジカガエル、ワタリガニ、カルウニサケ、アユ、ヨシノボリ、ミミズハゼ、ウグイがいる。前述のように本来イワナが分布できないはずの滝より、上流でもイワナが繁殖しており、これらはかつてマタギが移したものだとされ、隠しイワナと呼ばれている。川は、イワナのほかサケ、マス、 桜マスア鮎が豊富な川として知られている。しかし、木材の伐採による水量の低下、砂防ダムの建設などにより、かつてに比べて数が激減した。地元の漁協が1907年以来鮭やマスの稚業の放流が行われており、これは青森県内では最も古いものである。特に支流の幼め沢では人口産卵床の整備が行われている。 夏場のあゆ釣りを除いて、川の多くの区域は、近緑区になっている。ありがとうございます。